どうも、映画コメンテーターの有村コンです。さあ、今回のテーマはこちらです。映画ノープ大ヒット公開中、紐解く8つのキーワードです。はい、えー。ですので、こちらですね。8つのキーワードに分けてネタバレありでございます。 あのこの背景もね、ちょっとあの田舎町の空の雲をイメージしてみました。はいえー、では、ちょっとね、まだあのネタバレ前の部分からちょっとだけ簡単にいくとですね、まあ、どんなお話かというと、その牧場を田舎町で経営していて、ハリウッドの撮影用の馬を貸し出しして、生計を立てているヘイウッド家という、まあ、一家がいます。はい、で、えー、長男の o ーというのが、まあ、影をサボって町に繰り出す妹のエメラルドにうんざりしていたときに、空からとある異物が落ちてくるんですね。 で目の前で悲劇が落ちちゃったのがえ自分のお父さんが影、まあ、を継がせようと思ってたんだけどもその謎の物体ででで命を落としてしてまうんですねでなんだなんだと思っていくうちに、えー、このエメラルドも帰ってきて牧場を建て直そうとするんだけども何か飛行物体がいるとこれ一体何なんだその真相に迫った時に。 新たなものを目撃してしまうということなんですね。なので、えっ、ー、と、まあ、これあの、キャストから行くとですね、まあ、ゲットアウトで、えー、ジョーダン・ピール監督とタッを組んだダニエル・カルーヤが、これ OJ 役。それからあの、ハスラーズのキキ・パーマ最近だとあれですよね、えっ、ー、と、バズ・ライト・イヤーのイジー役でも声やってましたよね。はい、キキ・パーマーさんが、もともと歌手なんですけども、妹役やってますね。えー、それから、韓国系アメリカ人のシティーブン・イワン。この方はあの、ウォーキング・デッドとか、それからミナリでも、えー、アカデミー賞の 男優賞、ノミネートしましたね。はい。えー、もう出演しております。本当のネタバレパートを含みます。えー、じゃあ8つのキーワード。まず1つ目のキーワードからいきましょうか。はい。えー、これね、ハリウッドのタブーという,うに書きました。偽物じゃねえんだよという。はい。これはあの何かというとですね、結局、あの、ジョーダン・ビール監督って今までもゲットアウトでは、えー、黒人差別の問題を皮肉った。それから、アスという作品は、えー、まあ、格差社会によって、 貧乏な人たちが裕福な人たちを責めてくるっていう、ちょうどあの時、あの、トランプ大統領がメキシコとの壁に国境を作るみたいな、えー、壁を作るみたいなこと言ってましたけども、まあちょっとそういうような火をした作品があったんですが、今回はですね、ハリウッドのタブー、過去の映画制作で搾取されていた、見せ物となっていた人たちの歴史を掘り起こしているのが、僕はテーマなんじゃないかなというふうに思いました。 なので黒人による搾取、えー、されていたものが映画界にもありましたよと、えー。しかもそれが今回の映画は黒人が主役じゃないですか。アフリカ系アメリカ人が。となると、えー、もっと搾取される人が何かというとそれが動物なんですね。 馬とか、冒頭のチンパンジーとか、えあとアジア人っていうのも出てきましたけど、ここでスティーブン・ユアンさんが出てくるんですけども、そこも、あと子役っていうのも搾取されてる、僕は一つの、うん、まあ見方かなというふうに思うんですけども、結局映画の歴史というのは、みんなが見たい、見せ物小屋の歴史と似ている。見せ物小屋っていうと、結局、ちょっと奇形の人たちを出してしまうというようなことでお金を稼いでいた、まあ人たちが昔にいるんですけども、それと変わっていないんじゃないんですか、ハリウッドさん。というのが、ジョーダン・ピールの痛烈な メッセージだったかなという風に思いますえー、2番目のポイントこれね。キーワードはナホーム書という、えー、ナホームのまあ、いわゆる書聖書のある一節が流れるんですね。内容は。 私は汚らわしいものをあなたに投げかけ、あなたを惨めにさせ、そして見せ物にするといったものなんですね。動物への動物だったり、それからと、有名人の悪い噂、政治家の汚職を報道するメディアのように、見せ物にする対象っていうのは様々あるにせよ、えー、結局その見せ物っていうのは誰かのお金儲けのために使われ、そして誰かが儲かったということは、誰かが消費されてしまう、搾取されてしまうというものが、これが見せ物小屋の定義なんじゃないんですかと。それを映画化 でも散々やってきましたよねというのが1つの問題提起、えー。トドのつまり、チンパンジーが可愛い動きをするからそれでお金が取れる。ねっていうか、あとその後半に、まあ、ネタバレになりますけども、UFO が人馬を食べるショーがありますよね。うんまあ、それが結果、人を食べてしまって大惨事になるんですけども、えー、これ結局、チンパンジーは襲わないだろうという在日目的がイメージがあるから襲わなかったけど結局襲ったわけじゃないですか。えー、UFO も同じでしたよね。はいえー、結果 えー、スティーブン・ヨアンが見せ物として馬を食べさせていただけなのに自分たちまで食べられてしまったという。 その搾取された側の怒りの爆発というのがこの映画からひしひしと感じるということなんですね。で、それつながりでいくとですね、えー、このキーワード3つ目、チンパンジーの元ネタというふうに僕は書きましたけども、えー、これ、ゴーディーがもともとは子役で搾取されていた側だったんですよね、あのアジア人の子も。で、チンパンジーと仲良くなった、心が通じ合ったにもかかわらず、結局、大人になったら搾取する側になってしまっていたということで、これは2009年のトラビスで検索するとすぐ 出出ててきまますけども、えー、CM ににくるチンパンパジーが実際にいましたでここでまあ、とあることがあって人間の人を襲ってしまってもう顔をめちゃくちゃにしちゃって結局銃殺されてあの警官なんかによって殺されてしまうんですけどもその、えー、要は顔をやられてしまった人が見せ物の時に、えー、あそこの西武駅のテーマパークで見に来てましたよね。はい、というような、まあ、比喩ではないかなというふうに思いました。 はい。で、さらに言うと、同じ動物つながりですと、動く馬の連続写真ですよね。えー、これ実は世界で初めての活動写真。昔はあの映画って言わないで、写真が活動してるから動くように見えるということで、まあ、最もこう短い動画なんですけども、この馬の名前とかは世に出て記録に残っているんだけども、騎手である黒人の人は名前すら残っていないと。 なんでこんなに貢献してるのに名前すら残ってないんですかという比喩をこのシーンにも僕は当て込んでいるんじゃないのかなというふうに思います。であの主人公の OJ がね、馬に乗っているっていうのもまさにこの動く馬の連続写真にモチーフを、まあ、やってるんじゃないかなとで。もっと言うならばこちらですね。西部劇モチーフというのもキーワードになってきます。はいえー、西部劇ご存知の通り白人至上主義というのがずっと続いておりました。 えー、つまりネイティブアメリカンを追い出したりとか、それからあの、黒人がまず主役ってことはなかったですよね。まあそれ時代交渉的にもそうだったんですけど、結局奴隷にしてたという歴史があって、えー、1972年のブラックライダーのポスターっていうのがポコンと後ろに出てくるシーンがあるんですけど、まあ初めてここで黒人が西部劇に出てくるということで、 いわゆる1930年代の駅車からずっと続く歴史というのは、えー、ほとんどが白人至上主義でしたよねというところなんですね。これも OJ が馬に乗ってあのオレンジ色のパーカーかなんか着てるところが非常に目にしみます。はい、さらに、えー、これ馬が出てくるシーンでも目を見てはならないチンパンジーのところでも目を見たら襲われるでそれが、えーまあ、メタファーとなって。 今回の場合でいうと、えー、その謎の飛行物体っていうのが物体ではなく生物でしたよねうんマンタみたいなであれと目を合わせると吸われてしまうから主人公の黒人はそれに気づいて目を見ないようにしたんですけれども、えー、これね僕の見方はですね臭いものに蓋をするっていうふにちょっと書いたんですけど分かりやすく言うとそういう今までのハリウッドの映画界が犯してきたタブーというのにみんな目を背けていなかったですか あえて目を見ると襲われるから、見て見ぬふりをしていた、臭いものに蓋をし続けていたハリウッドの歴史があるんじゃないですか、というのを僕は見ないというふうな表現にしたんじゃないかなと。そうすれば自分たちも襲われないじゃんと。くしくも、この主人公の王子へも見ないことで、まあ、命が救われてきたというね、比喩じゃないかなというふうに思います。続いて、 風船、これ大きなキーワードでしたね。あの、至る所にころに風船がパンパンってあって、そのパーンって割れたので、えー、チンパンジーが暴走したりとか、それからのラストのシーン、も風船の使い方うまかったですよね。えー、まあ、ジョーズのラストと似てるんですけども、とある怪物が、えー、風船を飲み込む、それでパーンと割れることで物語が完結するというところなんですけど、思っております。そしてラストですね、この iMAX カメラ。 えー、これは IMAX のフィルムでその怪物を収めるんだみたいなので、まあ、手回しでやってましたけどもこれもね僕はの現代のやっぱり映画界自体も所詮見世物小屋の歴史と変わらないんじゃないか、えー、もっと言うならば映画も興行であるならば今皆さんが見ている例えばこういう YouTube とか、えー、音声媒体、えー、さらには TikTok みたいなものも アクセスが欲しいがために、えー、人の犠牲を顧みず撮影をしてしまう。結果、それが手回しの IMAX になっていたんじゃないかということですね。うん。で、結局、その、それが誰かのプラスになってで、消費される側もいるわけじゃないですか。うん。 で、えー、僕は、ね、これジョーダン・ピール監督はこの,の作品でとはいえ結果、アイマックスでこれ撮影してるんですよ、うん、小池マ監督のねあの撮影監督のこの方はテネットとかアイマックスを最も得意としている撮影監督が、えー、世界初のホラーでのアイマックスを見事に今回本作で撮ったんですけどあのー、僕がこれを思うのはもう盛大なるアイマックスでの逆襲と言えるんじゃないかなと思います。 えー、要は結局、惨劇が、あの怪物がバカバカ、えー、生物が人を食べる馬を食べることによって、まあ、人間たちに復讐するわけじゃない。それは過去虐げられてきたチンパンジーや馬とか、それから黒人の歴史の逆襲を、あ、やっぱ怒ってんだぞと。 それをアイマックスで見せつけてやるぜ。だからあれだけの大スクリーンでの復習をしたかったのが今回のジョーダンピールの目的ではないかというところなんですよね。はい。えー、ということで今回の8つのキーワード、えー、面白かったよという方はぜひチャンネル高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今回はノーポをご紹介しました。次回もみんなでシネマティーク